はい、システムを、ね、入れ替えました。先ほど聞いていただいた一体型、立体型のコンポーネントが13万9千、これがですね、20万、9千ということで6万円ほど高くなりますね。でスピーカーが出てですね、先ほど聞いていただいたのが15万で、これが大体20万ぐらい、まあ、少しグレードが上がりました。で機能として違うのはですね、これは別に CD とかそういうものは再生できないです。でその代わりに何ができるかというと、HDMI 入力っていうのがいっぱいついていて、例えばブルーレイ のレコーダーですとか、そういうものをつないで、テレビとつないでですね、AV アンプで皆さんご存知だと思うんですけどね、サウンドス、それのですね、ステレオ版だと思っていて、で、まあ、このアンプ のいいところとしてはですね、最近のテレビはHDMI ARC ARC っていうの端子がついてるんですけど、これはテレビからですね、オーディオ機器に音をこう入力するための端子です。なので、HDMI テレビからですね、HDMI ケーブルをですね、このアンプにつないであげると、テレビのリモコンをオンにすると、テレビが電源入ると同時にアンプがオンになります。で、テレビのリモコンで音量を上げると、テレビのスピーカーの音量は上がらずに、このアンプの音量が上がっていくので、例えば、HDMI ARC 入力付きのアンプとスピーカーをですね、置くとですね、テレビを操作しているそのままの感じで音のグレードアップができる、まあ、そういう端子がついているところが違うですね。でですね、あとはまあネットワーク入力があるとか Bluetooth 入力があるとか AM、FM チューナーがあるとか、そういったところは同じですね。で、まあ、テレビがですね、最近はまあ Android TV というか、テレビ自体で例えば YouTube ですとか、そういったものですね、見れるようになっているんですけど、もしそういうものが古いテレビをお持ちなんであれば、これにですね、Fire Stick という小さいものとか、Google Cast という小さい受信機があるので、それをつけてあげると、まあ、テレビに、これで YouTube を中心して、テレビに YouTube の映像が出てということで、テレビのアップグレードもできるというのは大変、そういう便利なところですね。準備ができたと思いますので、機械を少しアップグレードしましたから、先ほど聞いた同じユーロですね、これをちょっと聞いてみようと思います。装置を変えたんですけども、ピアノの音とかグールドの声がほとんど変わらないですよね。これはとても大事なことなんですけど、普通こういうふうにメーカーをガラッと変えてしまうと音って全然変わってしまうんですけど、これ変わっちゃおかしいですよね。同じピアノの音なのに、同じ演奏なのに。これが変わらないのは、やはりスピーカーをきちっと選んでいるということと、やはりこのアンプの中をですね、やはり部品を一つずつ聞きながら楽器の調律をするように改良を加えているエアボーという、まあ、これは私が改良を加えているんですけど、まあ、そういうモデルを使っているという話があります。さらにですね、まあ、エアボーというのは私が樹立したブランドなんですけど、なんでそんなものを作ったかというとですね、
やはりあのオーディオメーカーのものをいろいろ聞いて、売っていく中でですね、あの疑問を感じることがあの出てきたんですね。で一番最初疑問を感じたのは、機械、モデルチェンジしてですね、値段が上がった時に音が悪くなることがあるんですよ。でそれをメーカーに問いただすけど、あの純然たる答えが返ってこない。なんかこうグズ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 言って、じゃそんなグズグズ言われたって僕お客さんに説明できないですからね。新製品の値段上がって音いいんでしょ、いや悪くなったんですよって、なかなか言いにくいんです。まあ、当然悪くなったものは一品か売らないんですけど、あのじゃあちょっとこれはどういうことなのか、お客さんに説明責任があるから自分でちょっと機械の中を調べてみないといけないなと思って、そしてアンプを作ったりスピーカーを作ったり、挙句の果てにはあの録音をして録音機器も作って再生紙機器も作ってた。だから全てのプロセスを自分でやってみました。あのミキシング、まあ、今回あのマイク使ってますけどね、あのマイクあそこに3つありますね。あの3つのマイクだけで、ね、120万ぐらいします。まあ、これぐらいあのいいマイクを使うとあのいい音で撮れるんですけど、まあ、それくらいのマイクを使って撮らないとですね、自分であのマスターを作って、で例えば、まあ、ピアノの調律を録音したことはないんですけど、まあ、ピアノの調律から僕立ち会ってますから、でステージの音を録音して、でスピーカーで再生してですね、で完全にイコールになるところまであの行きました。ところがなんです、そのイコールに行ったもので市販のソフトを聞くと全然聞けないんです。っていうのはあまりにも厳しくなりすぎて、違いがなくなりすぎて、曖昧さがなくなって、例えばですね 8K でですね、女の人を映すみたいなもんです。毛穴まで映りますよね。じゃあそれちょっと違うよねということで、やはりあのオーディオはオーディオなり の, あの鳴らし方があるんだな。まあ、あの本日お渡ししたあの冊子のですね、あの私が書いている文章の最後の方にまとめてありますけど、例えば風景をですね記録するときにですね、写真に撮る、絵に描くという方法がありますね。で例えば人を描写するときに写真に撮ることもあれば似顔絵を描くこともありますね。でその、 あの似顔絵っていうのは上手な人が描くとですね、本人よりも似て見える、本人よりも本人らしいということが起きてきます。でこれどういうことかっていうと、必要な情報を人間に対して必要な情報を人間が選ぶことによってよりあの直感的に物事が伝わる。でこれが芸術の本質ですよね。だからオーディオの中にもあの機械なんですけど、機械じゃなくてそういう芸術的なものがあるなということを考えて、でそれに、まあ、大体あの至ったのが、まあ、十数年前ぐらいですかね。それからこの機械をチューニングするときにも、あの取捨選択ではないんですけど、なるべく正直に出すんですけども、出さない方がミュージシャンが幸せになれる部分もあるので、そういうところのまで考えて音を作ってます。で実際にあの録音再生やる中で、そういうことが起きてきたわけです。聞いたよりも、生で聞いたよりも、ステレオで聞く方が上手に聞こえるんです。でこんなこといいのかなと思って、まあ、あの奏者の友達ですから何人かの奏者呼んで録音したものを聞いてもらって、これはあの僕生で聞いた時よりいいと思うんですよ。こことこことこことちょっとミスタッチっぽいのがあって、あのこれはあんまりそこは聞こえなくて良かったところが聞こえるんですけど、どう思いますこういうことって聞いたら、いやいいじゃないのってね、あのそんなね失敗したとこ私たちは聞いてほしくないの、まあ、心の中でさっきのルールドじゃないけど心の中で歌ってる音楽が再生されればそれでいいじゃないのって言ってもらえて、で腑に落ちたんですけどね。でまた話は全然変わるんですけど、これはですね、スピーカーはですね、高音を出すのにこういうドーム型の薄い膜をですね前後に動かします。これピストンモーションというんですけど、で楽器こんな楽器ありますよ、こんな薄い膜がこんなヘラヘラ動いてるのありませんよね。シンバルもそうですし、バイオリンもそうですし、硬いものがですね波打って音が出るんです。波動モーションというんです。でこれはどういう音かっていうと、コオロギって石の下にいるのに音通ってきますよね。すごい音ですよね。あれと同じような原理で、硬いものに接している空気が波動モーションで圧縮されると非常に強い圧力の音波が出るんです。例えばあの音速を超えると音って減衰しなくなりますけど、名器って言われてるストラドバリとか、まあ、そういうあの楽器っていうのはその強い音が多いんですよ。だから安い楽器、ふにゃふにゃの楽器はですね遠くまで音が飛ばないんですけど、硬い楽器はですね遠くまで音が飛ぶんです。でそこがあの全然あの安物楽器と高い楽器の違いで、上手い人が弾くとなおさらそれがいくんですけど、下手な人がいい楽器を弾いてもその楽器に負けちゃって、その倍音がうまく出せなかったですね。でそういうことがあって、
でスピーカーはですね、その倍音をしっかり出すのが上手じゃないんです。でこれはカーボンのパネルをですね、この下のスピーカーにからこのね電気をもらって、磁石でですねこうシンバルを叩くみたいに振動させて、カーボンパネルを波動モーションで動かして、スピーカーに足りないそのパルス波を出すために作った装置です。でこれのあるなしと結構音が変わるので、まあ、これはね世界で唯一一品館だけしかないんですけどね、別に特許は取ってないんですけど、まあ、今までのこのスピーカーのなんていうのかな理論ではこういうものは使っちゃいけないみたいなんですかね、歪むみたいな。でもそうじゃなくて生の音に近づけるために、ぜひとも必要なので、ちょっとこういうものを20年ぐらい前に発明してずっとモデルチェンジしながら今シリーズ7になってますけど、実は6がないんですよ。5からいきなり7にジャンプしたんですけど、なんでかっていうとすごく音が良くなったんです。7になってで6個飛ばしていきなりラッキーセブンなんで7に押しました。まあ、これをねちょっと聴いていただこうと思います。まあ、今グールドのピアノを聴いていただいたので、もう一度それを聴いてみようかなと思います。これは今まだツイッターがつけてない状態です。金属の弦をガンと叩いて鋼鉄のフレームが響くので、やはりこういう意外にこのパルス製のね成分が多い楽器なんですね。で、まあ、それを使うと、これを付け加えることによってそのピアノとですねグールドの声のね分離感、そういうところも改善すると思うので、よければ聴いてみてください。聞いていただいたように声とピアノの分離感も全然変わりましたね。もちろんピアノの音も良くなってるんですけど、次はねチェロですね。このコントラバスやチェロや、ビオラ、バイオリンというのもピアノと同じように波動モーションですごく高音が出るんですね。バイオリンなんかねもう薄い膜はどこにもないです、ね、硬い木の塊で、バイオリンというのは表面と後ろに板があって、で弦があって、ここに駒っていうのがあって、ここに昆虫って細い棒があってね、でまず弦を引いて、でこの駒が表面の板を震わせて、昆虫が行って裏の板が震えて、この F 字効果が音が出てくる。これが一瞬に起きるんですけど、上手な奏者が弾くとですね、このもう F 字効果から音が出るので瞬時に出ます。これ下手なやつが弾くとですね、
もぞもぞ出てくるんで、やっぱりもうあのバイオリンの音のさえが全く変わってきますね。やっぱりあのそこのあのさえっていうのはすごく大事なんですけど、瞬間に音が出る、瞬間に音が立ち上がることってすごく大事なんですよ。私たちの感覚っていうのは、ウェーバーフィナーっていう法則があるんですけど、例えば何もないところに 1g 乗せたら分かりますよね。 1kg の重りの上に 1g 乗せたら分からないんです。だから負荷がかかっている状態からさらに負荷が小さい負荷がかかっているのか分からない。でそれがですね、非常に鋭い負荷だと、この負荷に対して感覚が麻痺するよりも先に音が大きくなるんで、例えばガースをガーってやるとすごい気持ち悪いですよね。だから楽器の音っていうのはあれに近くて、いい楽器の音っていうのはすごく立ち上がりが早いんです。でその立ち上がりの速さっていうのは、当然こういうふうに動いているよりも波打つ方が早いですよね。だからそういう立ち上がりの速さを再現することもできます。でチェロでですね、今の聴き比べをやってみようと思います。まずあの波動ついたらつけずにチェロを聞いてみましょう。繋いでるところとこれを並列に繋ぐだけなので、非常にあの簡単に使うことができます。チェロの音が随分変わって、チェロとピアノの部分にも明確になったというのが分かりいただけたらと思います。ではね、次はね、このままの状態ではサブウーファーというのをね、使ってみようと思います。この波動ツイッターというのは高音を出すための機械ではなくて、パルス製 の強い波を出すための装置なので、普通スーパーツイッターっていうのはこれと同じ構造の、ね、薄い膜のもので、さらに高い音を出すために口径の小さいものとか硬いものとかを使うんですけど、何が起きるかというと、スピーカーって高い音までこうフラットに作ってるのに、スーパーツイッター作ったらここから上がりますよね。当然この F 特が変わるのに、その100万円200万円もする高いスピーカーを作ってるメーカーがスーパーツイッターをネットワークなしで付け加えるようにするようなものを売ってるって、これインチキだと思いますね、はっきり言って。で実際聞いてみても、この波動ツイッターよりも効き目も弱いです。じゃあこれは高音が上がらないのかというと、実際これが出てる音の大きさっていうのは下のスピーカーの10分の1とか20分の1とか非常に小さい音しか出てないんです。だから下のスピーカーの個性を損なうこともないし、例えばこれを使ったからといって違うメーカーのスピーカーの音になったりすることはなく、同じメーカーのワングレード上のスピーカーに変えたような、ね、効果が発揮します。今サブウーファーをつないでみましたので、チェロの音が、ね、サブウーファーで変わるかということ、そういった部分も含めて聞いていただければと思います。
クラシックではないんですけどね、あのカーペンターズ、ね、兄弟デュオで、カレン・カーペンターとお兄さんがリチャード・カーペンターで、リチャード・カーペンターというのは非常に才能豊かな人で、作曲に才能がある、妹の、ね、カレンのために作った曲が、インストラメンタルの曲があります。カレンズ・テーマという曲を、ね、聴いてみようと思います。
ね、今日いらっしゃった方の中にはイピカの、ね、YouTube をご覧になっている方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、いつも、ね、YouTube で再生しているですね、ベートーベンピアノ協奏曲第5番皇帝の冒頭部分ですね、それを、実際にここで再生してみようと思います。Thank you.
れがね、あのいつも YouTube で使っている曲ですね。ではね、あのこの時間の最後にね、あの歌をね、歌物、日本人の歌物をかけたいと思います。あの最近あんまり出てこないんですけどね、あの一世を風靡したあの OL の教祖さんだって呼ばれたね、古内とっていう人がいるんですけど、まあ、その人の、あの歌をですね、雨の水曜日ですね、この歌なかなか僕好きなので、これを最後に聴いて、見ようと思います。二人は寄り添い
最後にね、雷の音が入ってるんですけど、すごいリアルですよね。ということで、この時間のデモンストレーションを終了して、機材を入れ替えてですね、次、まあ、扱ってるアンプ20万ぐらいのものなんですけど、2倍ぐらいの40万ぐらいのアンプにして、でスピーカーはですね、先ほど聞いていたダイのですね、オベロンシリーズの上のオプティコンというモデルにね、変えて、聞いてるというふうに思います。